国戦を経験した者とそうではない者は天と地ほどの差が存在しますが、27歳にも天と地ほどの差が存在します。挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。本日はこちら呪術廻戦最新194話までの内容を含みます。単行本派の方、未読の方はネタバレご注意ください。そしてまだ見ていない方は昨日の動画をまず見てからこの動画を見てください。はい、ということで昨日の動画のコメント欄も見させていただきまして、まあ物議をかましてましたね、直也くん。まあこの真相についてはジブリ映画の裏設定みたいな感じで明らかにされることはないと思うんですけれども、ドブカス直也のねセリフ行動によってそういう捉え方もできてしまうっていうのが面白いところですよね。ただ本日はそんなドブカス直也ではなく、カモノリトシくんについて。カモくんはこちらのジャンプ32号第190話で再登場し、怪物になったマキを見て、変わったなマキ、お前に言われたくねえよノリトシっていうことで、今までのねセンター分けのちょっと長めの髪型からバッサリとイメチェンして単発のカモくんになっておりました。ここでカモくんは、君は強くなったが俺は落ちただけだ、カモ家の当主が他で立った以上諸子の私はお払い箱だっていうことを言っています。その出来事については次の33号191話で、渋谷事変から数日後、11月3日23時5分、京都鴨家宗家屋敷ということで、鴨くんが東京から戻ってきました。ここで鴨家に仕えている篠が次代当主の鴨則俊くんだっていうことを認識できていなかった。これに関しては後々賢者が、篠は今150年前をさまよってるんだということで、この鴨則俊くんではなく以前の鴨則俊、受胎クソ図を生み出した元凶のあのちょびひげおじさん、篠はそっちのちょびひげおじさんの方を鴨家当主だと認識している。さらに賢者によって保守派筆頭である鴨家がほぼほぼ乗っ取られ、鴨くんがなるはずだった25代目当主の座も奪われてしまった。だから鴨くんは俺は落ちただけだっていうことで、25代目鴨家当主になれなかったから、もう鴨家時代当主のような立ち振る舞いをしなくてもよくなった、だからこそ心機一転したっていう認識だったんですけれども、最新話で鴨くんは鴨家時代当主になれなかっただけではなく、自分が呪術師を志すきっかけとなった母親の存在、カモくんは母親の居場所を作ってあげたかった。しかしお母さんには新たな居場所ができていた。今回のねこのお母さんと子供、そして男性と、まあ新しい家族だと思うんですけれども、このねイチョウの道、ここはですねコメント欄でも来てましたが、カモくんが以前幼少期の時に泣いていた道、そしてお母さんとねいつか迎えに来てねっていうやり取りがあった道、同じ道でここまでの対比がされている表現になっていると。さらにカモくん今回ですね、この映ってるまだ髪の毛が長い頃、頬にね湿布を貼っております。この時系列っていうのはおそらく渋谷事変後、同じように先ほどのね鴨家宗家屋敷に戻った11月3日の23時5分、この時の鴨くんも左頬に湿布を貼っております。同じような描かれ方がされてると。この時は夜なので、もしかしたらこの11月3日の昼間の時にお母さんを見に行って、その時にお母さんの新たな居場所を見てしまったのかもしれません。とにかく今まではカモくんはカモ家時代当主になれなかったから心機一転をしたんだと思っていたんですが、実はそれだけではなく、お母さんの新たな幸せ、居場所を見せつけられてしまったというか、それを見たことによってカモくんはもう自分の居場所はなくなってしまった、誰にも必要とされないならば命を燃やせと、もう頑張る糧みたいなものがなくなってしまったような状態。昨日もマキがマイの居場所を作ってやれなかったことと、カモくんが母親の居場所を作ってやれなかったこと、御三家の血筋、そして境遇が共通しているということをお話しさせていただきましたが、この桜島コロニーはカモノリトシのパワーアップイベントとなるのか、ここでカモくんの歴史について見ていきます。まずカモくんの過去回想が描かれたのが交流会での伏黒恵 vs カモノリトシ、そこでカモノリトシくんの過去の回想が描かれました。なんでみんな母様をいじめるのですか、ただれたソワメだからよ、ではなぜ私を贔屓する、なぜ着難と偽り迎えた、性質が
が術式を継いだ男児を産めなかったからよ。ならば鴨家時代当主として、ということで、ちょっと難しいんですけれども、ここを簡単にお伝えしますと、鴨くんは鴨家正室の息子ではなく側室の息子、側室の息子なんだけれども、鴨家の送電術式を受け継いでいた。正室は術式を継承した男児を産めなかった。だから鴨くんは側室の息子なんだけれども、正室の息子嫡男だと偽られて鴨家にやってきております。このね、嫡男と偽られて鴨家にやってきたエピソードを見ても、御三家っていうのは建前や格式、プライドが重要なんだなっていうことがわかります。そしてその後の鴨くんの独白でも、私は鴨家嫡男として振る舞わねばならない、母様のためにっていうことをね言っており、この時点でもね、鴨くんは母親思いのキャラクターなんだなっていうのがわかる。そしてその後の回想でも、私がいると範年の邪魔になるから、だから鴨くんは鴨家時代当主として自分がしっかりね責務を全うすることによって、お母さんの居場所を作り、お母さんを迎えに行く、だから私は負けるわけにはいかないのだと、伏黒くんとのバトルでもちょっと熱くなっていた。で、ここに関してはファンブックの鴨範年くんのページで書かれていまして、鴨くんは6歳の時に鴨家に嫡男として迎えられるっていうことが書かれています。そして母親に喜んでもらうために、めちゃくちゃ悲しいね。鴨家の時代当主である範年は後世に通う必要はあるのでしょうか。御三家の人間が後世に通う必要は本来ないです。範年はストイックなので、御三家だけでなく後世という組織にも広く実力を認めさせて、母親に喜んでもらうために家を出て後世に通っています。めちゃくちゃ母親思いなんですよね。そしてさらに、結構ね多くの方が思っているであろう、鴨範年と鴨範年っていう名前が同じ件について、ここはねずっと、なんで同じ名前なんだろう、なんで過去最悪の鴨家の汚点と言われる鴨範年、ちょびひげ範年の名前を再びね時代当主となる鴨家嫡男として迎えた範年くんにその名前を付けたのかと、ここもねまあちゃんとはっきり書かれたわけではないんですけれども、この賢者のね鴨家乗っ取り、これがいつから計画されていたのかわかりませんが、もし仮にこのね死滅回遊も昔からねこう種を撒いておいて今回収してる段階ですよね。なので同じように賢者も今後の展開、自分の動きっていうのをあらかじめこうしていこうっていうのがもしあったのだとしたら、150年前のちょびひげ範年と同じ名前を鴨家のね送電術式を引き継いだ男児につけることによって、後々自分が鴨家を乗っ取る時に漢字は違うけれども名前は一緒だからこそ、同じ鴨範年っていう名前の人物が当主になったとて違和感なくそのまま乗っ取れちゃいますよ的な感じだったとしたら、鴨範年くんの同じ名前っていうのももしかしたら元々計画されていたのかもしれない。そしてこの間アニメでもやった呪術甲子園、その中でも鴨範年くんがバッターボックスに立った時に、虎杖お前はなぜ呪術師をやっている、きっかけは成り行きっす、寂しがりなんでね、いっぱい人を助けて俺が死ぬ時大勢に見とってほしいんすよって言った虎杖の言葉に対して、鴨範年は母様がいないなら呪術師になんてならないっていうことで、鴨範年くんは過去の出来事を思い浮かべます。それはお母さんとのやり取り、ここのやり取りしてる回想もですね、今回のこのお母さんが手をつないで歩いていたイチョウの並木道、それがこの回想でも描かれております。範年には才能がある、たくさんの人を助けられるの、助けた数だけあなたは人に認められる、そうしたら今度はいろんな人があなたを助けてくれる、一人なのは今だけだよ、いつか立派な呪術師になって母さんを迎えに来てね。このやり取りをしてるところも今回描かれていたあのイチョウの並木道、その並木道でお母さんにね、いつか立派な術師になって迎えに来てねっていう風に言われて、鴨くんはそれをね支えに糧に鴨家時代当主として立ち振る舞わねばならない、母様のためにって思ってやってきていたけれども、今回そのお母さんも新たな幸せ居場所ができていた。母様はなんて言うだろうか、当主になり損なった私を責めるだろうか、あの家に母様の居場所を作ってやれなかった、母様それでも私はどこにも居場所がないのは、誰にも必要とされないならば命を燃やせ、仲間たちが命を燃やすのはせめて私の肺の上で、こんな辛い状況ありますか。もう本当に今まで影の薄い存在とか言ったり結構ネタにされがちなキャラクターでしたけれども、今回のこの母親への思いや自分の
今までの境遇、それを振り払いね、頑張ろうとしていた姿、もうこれを見たらね、もうドブカス直哉なんてぶっ飛ばしてください。本当に舞の居場所を作ってあげられなかった牧が覚醒して強さを手に入れたように、母親の居場所を作ってやれなかったノリトシ君はまたさらに一歩先のステージへ進んでほしいと心から思っております。まあ最後にカッパとじいさんが登場してちょっとよくわからないことにはなりましたが、カモくんがさらに成長し、賢者がカモくんをあの時に殺さなかったことを後悔するような展開、それが今後絶対に訪れてほしいと思います。ぜひ皆様の意見や感想、カモノリトシ君に対してのあれこれありましたら、ぜひ下のコメント欄で教えてください。今回の出来事でカモノリトシ君の好感度爆上がりしたぞって人は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。